神戸の飯倉は11試合ぶり久々のスタメンです。小泉、ただ飯倉この辺り落ち着いて、まあ、ペナルティーボックス外でのプレーも非常に足元上手いですよね。そうですね、はい、さあ始まってヘディングジエゴ、いやージエゴがものすごい勢いで飛び込んできましたが、まあ、いいくらいよく触りましたね、はい、いくら、あ、これが通る武藤、そして福田からのボール田代、田代を持つよ、まあ、神戸の方は今3試合連続失点中なので、まあ、ゼロで終われるっていうのは非常に大きいかなと思いますよね、うん、